オートショップウッドペッカーの大村です。今回ご紹介するお車は平成13年にアクティトラック SDX4WD 走行12万5000キロです。はい、まずは外装からのご説明です。まずですね、傷関係なんですが、フロントバンパーですね、こういったところに、傷をタッチペンした跡はございますね。こういったところですね、そこの角の方ですね、ここら辺ですね。でフロントのボンネットっていうんですかね、フロントフードですね、この辺り少し、こことここがへこんでおりますね。ただ透かして薄く見えるぐらいですね。あとこの辺り、そしてドアの方ですね、この辺りにちょっと、長いへこみがございますね。そして荷台なんですが、こちらの方はですね、ちょっと画像の方で判断してもらおうと思います。大きくへこんだりとか特にないですね。まあ、作業車なので多少の傷なのかはございますが、ご覧の通りですね、アウリの内側とかもそんなにボコボコとへこんだりしてる感じはないですね。そしてリアですね、リアの方もずっとこうですね、この辺りに傷はございますね。そして左側面、煽りはこんな感じですね。で、こちらですね、ドアの方は特にないですね。フロントフェンダーですね、この辺りですね、傷を伴ったへこみがございますね。はい、外装のご説明以上となります。はい、続きまして内装のご説明です。まずですね、ハンドル多少のスレはございますね。ただ大きく削れてたりとかはないです。そしてですね、シート、これかなり綺麗ですね。この辺りですね、この辺り少し、切れてはおりますが、ここですね、この辺り、ただ、もうほとんどわからない程度のものですね。で座面のこういったところは、目立つようなすれもなくですね、で汚れの方もほとんどないぐらいの、かなり綺麗な状態のシートとなっておりますね。そしてもちろんエアコン付きでございます。そしてエアバッグも付いておりますね。はい、内装のご説明以上となります。はい、最後に下回りのご説明です。まずですね、フロントのドアアームとかからですね、表面錆はございますが、深く、腐食みたいなのはないですね。でこういったとこもですね、表面錆ですね、薄い表面錆はございますが特に深いものはないですね。そしてフロアの方ですね、こうやって継ぎ目の方に本当に薄い錆などはございますがですね、コンパウンドで消えるぐらいのレベルですね。はい、そしてリアの方に行ってみましょう。あ、その前にですね、エンジンですね、エンジンもですね、特にオイルにじみも特にひどいものとかはないですね。でミッションなんかもご覧の通りですね、目立つような、オイルにじみ等もございませんね。そしてリアの足回り、こちらもフロント同様ですね、表面錆などはございますが特に深いものはないですね。作業車にしてはかなり綺麗な状態ですね。で荷室の裏もですね、アクティは遮熱材がですね、このように貼られてるんですが、その隙間の方とかを見てもですね、特に目立つような、錆などはございませんね。はい、かなり綺麗な、状態の下回りですね。以上となります。